ジャースの大谷翔平は、アストロズ戦で特大32号安打4出塁の活躍。アストロズ76ドジャース、日時間28日、ヒューストンドジャース、大谷翔平投手は27日、日時間28日、敵地で行われたアストロズ戦で32号ソロを放つなど3打数2安打2打点に四球1盗塁の活躍ぶりを見せた。試合は、サヨナラ負けを喫したが、4出塁した大谷は、出塁率、406まで上げて、リーグトップに浮上。打率、318や塁打など、リーグ、9冠に立った。大谷は3回無視の第2打席、甘く入った、フォーシームを完璧に振り抜いて、右翼席最上段まで飛ばした。野手が一歩も動かないほどの完璧な当たりは自己最速タイとなる打球初速 118.7 マイル、約191キロ、飛距離443フィート、約135メートルの特大弾。2試合ぶりの32号で、塁打王争いで2位につけるマルセル・オスナ外野手、ブレーブスに2差をつけた。塁打だけではない。4回無視1塁の第3打席では、四球で出塁、6回1死1、2塁の第4打席では、中前的自打を放った。8回2死の第5打席でも、四球で出塁した。この日で、出塁率は、406まで跳ね上がり、同僚のムーキー・ベッツ内野手を一輪上回って、リーグトップに躍り出た。これで、大谷は、打率、318、塁打、32、得点、81、出塁率、406、長打率、645、長打、64、塁打、260、オプス、1.051、打者の長打力を表す指標の ISO、328の9部門で、リーグトップに立った。驚愕の成績に、ファンからは、リハビリ中だよね。あとは打点、化け物やん、えらいこっちゃ、宇宙人といった声が上がっている。フルカウント編集部。